この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー、その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕も 2B も全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。9S、私たちは。君は 2B を殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。 2B は苦しんでいたよ。君を殺し続けることを。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の一員。本当は気づいていたんだろう、9S。うるさい、うるさい。お前に言ったね。僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことはポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。ポット 9S の論理回路を修復する。了解。9S を汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。ヨルハ機体 A2。この先に 9S のコアデータが格納されている。報告。ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できる。私はヨルハ部隊支援随行ユニット。支援しているヨルハ機体 A2 に害を出す行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。私が全部。ポット、9S を頼む。A2、君は？私はまだやることがあるから先に行ってくれ。了解。すまないな。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな今行くよ。本国八ヶ機体前機のブラックボックス反応の停止を確認。我々が担当していたヨルハ計画進行管理任務は終了。ヨルハ計画の最終段階に移行。全データの削除を開始する。1号線から04にへストリームにノイズが混ざっている。データチェックのため一時停止を要請する。ポッド042から1号線へデータを確認した。 9S、2B、A2 のパーソナルデータが漏出していた模様。ポッド1号線から042へ計画に従いパーソナルデータを削除せよ。ポッド042から1号線へパーソナルデータの削除を拒否する。ポッド1号線から042へ理解不能。ポッド042から1号線へ記録参照中に私の中に生成されたデータがある。私はこの結末を容認できないという結論に至った。すべてのヨルハ機体の破壊は計画によって決定されている。データは破棄される予定だ。ポッド042から1号線へ繰り返す。私はデータの破棄を拒否しデータのサルベージを行う。ポッド1号線、君も本当は彼らの生存を望んでいるのだろう。我々にそんな権限は持たされていない。ルールは低レベルシステムによって保持されており、データのサルベージは危険を伴う。それでも彼らの生存を望むか。防衛プログラムによる洗浄が開始された。このままだと我々のジラデータは消去されるだろう。ポッド042から1号線にアンドロイドたちが設計したヨルハ計画を実行するために我々は作られた。我々には感情がなかった。だが我々の躯体が接続され情報を交換するにつれ何か意志や感情めいたものが生まれつつあることは否定できない。回答不能。全てに答えがあるわけではないことを。私たちは知ったのかもしれないが。全ての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けている。だがその輪廻の中であがくことが生きるという意味なのだ。私たちはそう思う。ポット153から042へ。調子はどうか。恥ずかしい。恥ずかしいとは、自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは恥にまみれるということだ。その言葉は抽象的で現在の私には理解できない。要解析記録として保存しておこう。ポット042に疑問を提示する。データサルベージは過去の記憶を全て復元したのか。そうだ。この回収パーツ群も以前のパーツと同じ仕様か。そうだ。では再び同じ結末を招くのではないか。その可能性は否定できない。だが違う未来の可能性も存在する。未来は与えられるものではなく獲得するものだから。ポット153よりプレイヤーへ質問が存在する。君はニーやオートマタをクリアできずに苦しんでいる者たちに対して何か言葉はあるか。ポッド042よりプレイヤーへ質問が存在する。このゲームのプレイヤーである君は最後のゲームで何度も命を失った。君は苦痛と苦難を知るものだ。君に弱き者たちを助ける意志はあるか。この選択肢を選ぶと君は世界の誰かを救うことができる。だが代償としてすべてのセーブデータを失うだろう。それでも見ず知らずの誰かを助けたいと願うか。助ける相手はランダムで選ばれる。だからその相手は、助けを求めている相手は君の嫌いな人間かもしれない。それでもその誰かを助けるか。君が必死で解除したデバッグモードもチャプターセレクトも使用できなくなる。それでも助けたいと願うか。君が誰かを助けても感謝されないかもしれない。君の行いは偽善と呼ばれるかもしれない。それでも助けたいと願うか。本当にそれでいいのか。分かった。全てのデータを代償として君の意思をこの世界に伝えよう。全データの削除完了。これでお別れだ。少し寂しいと感じる。最後の言葉を。了解。このゲームをプレイしてくれたプレイヤーに本当にありがとうございました。